いね、でっかいね。あいた、かわいい。そういうのには何でもかわいい。やりましょう。アスホールぐらいのマザーノイズバンドです。はいはいはい、はい、じゃあメンバー紹介お願いします。あの MC 担当、はい、TP ファッカーマウマウ、はいはい、うん、で私が、ノイズ担当、ノイズ担当からおりまして、ドラムですね。ドラムに転向、ノイズみたいなドラムを叩いてるんですけど、ドラム隊担当の、センシムです。はいはい、今ノイズ担当のヤジカです。はい、ヤジカさんです。イエーイ、ね、今年1月から1月からの、はいはい、新メンバーですね。正式メンバーとして入ってますね、はいはい、そうそう、もともとはね、あの僕ら2人でやっててね、あのヤジカさんはね、あのお客さんとしてね、見に来てくれてたんですけど、ただのファンだったのが、はい、なんか、あの加入しまして、そう、よくある話、よくある、よくある話。まあでもね、いい感じになったよね。うん、もう最強。そうそう、音的にね、固まってきたっていうかね。うん、まあなんか今までのはね、ちょっと迷いが多かったからね。うん、まあようやく音が固まってきて、あとはちょっと僕のドラムテクニックがちょっといまいちなんですけど。うん、ああ、まあそれはもう自分自身もまだ音に対しては迷いはね、ありますね。私もリリックどんどん書きます。なんか、ええ、ただ音をひねり出してるだけの形でしかないから。あ、そうですか。うん、いや、もっと良くなる。あ、パフォーマンス的なね。あ、じゃあ音はあんな感じでも割るといいでしょ。で、まあ、もうちょっとバリエーションつけてもいいけど、暴れたくない。そうそう、あのだからね、音は良くなったんですけどね、そのなんか音に比べてね、こう見た目がね、ちょっと格好悪すぎるっていう問題がね、あるんだけどね。見た目問題ね。そうだからね、うん、もうちょっとあのミュージシャンっぽくなった方がいいのか、あの髪を伸ばしたりとかね、髪を染めようと思ってます。あの髪を伸ばして、あのタトゥー入れてね。タトゥー入れて、今さらタトゥー今さらタトゥー、いやでも似合わないんじゃないかな。あ、似合わないね、でもね、似合わない、あね、作業着の方が似合う、私ですよね、スーツとかね。そう、労働者を代弁するような。そうですね、それは素晴らしいです、うん、代弁しきってください。はいはい、うんうん、疲れた連中を、あ、そうね、クレイジーにガーッとやる、うん、あ、入っちゃう、殺すわ、殺すわ、ね、あのメンヘラとかね、疲れた労働者とかね、うん、まあちょっとそういう、あのうだつの上がれない人たちがね、うん、ちょっと暴動を起こすような、うん、そういうバンドになりたいですね。なりたいね、まあね、こんなホワイトライオット、白い暴動、見た目がね、もうどうしようもない人たちがね、生きてるみたいな、バンドやってるがゆえに生きてるぜって、うん、なんかちょっとそれで救われる人たちがいるみたいな。ダメな大人の、うん、ね、うん、ダメさを全部出すみたいな。働きじゃなくてもね、うん、なんかやっぱ、お家で悶々としてる人たちが、うん、いるからね。いるからね。これでもいいんだよ。うん、生きていってもいいんだよ。あれなんか精神病ですからね。うん、隠さないけど。あ、そうそうそう。あの、もともとね、うちのバンドはその TV さんのね、あのバンドで、まあその精神病院でなんか結成されてたりとか、うん、まあ音楽性が今とはだいぶ違うんですけど、あのね、あの病気仲間のね、うん、だからあの一応ね、健常者、僕が第1号で、うん、健常者第2号が矢塚さんなんですけど、もともとは精神病とかね、うん、そういう人が多かったね。ただね、うん、2人ともメンヘラだから、あの健常者なんだけどメンヘラなんで、あの、なんかあるとすぐね、打たれ弱いっていうところがありますね。もうね、午前中働いたら午後は帰りたいっていう。あ、まあ僕もね、大体もう仕事してないからね、うん、ぐったりになっちゃう。疲れやすいんだよね。今だいたい人がうちも落ち着いてきたから、なるべく有給は消化したいな。あ、そうね、有給消化せず、あ、
ね、この舞台、この最強、この佐賀 TV ファカマウマウやらせて雑談に飽きてきたそうなんだよマウマウ、マウマウ、マウマウ、あのさ、なんかみんなのさ、音楽的素地みたいな、なんかそういう、ね、そうそう、そういうのを語ってみようか。私はリズムから入りました。ハードコアか。うん、ハードコア。ティビさんハードコアね。うんうん、あ、私はヘビーメタルです。ヤジカさんは？これね、やっぱり映画音楽。あ、映画音楽から。ああ、そうなんだ。あ、なるほどね。あ、そうか。あ、でも最初のインパクトは。音楽は最初、うん、まあ、うん、興味なかったっていうぐらい聞かなかったんですよ。なるほどな。映画聞いてるとね。うん、音楽が流れてきたり、うん、初めて買った CD が、前も話したかもしれないですけど、忘年会で、はいはい、イージーライダーとパルプフィクション。ああ、でもまあイージーライダーは音楽的な映画だよね。ねえ、ずーっと音楽流しながらこうアメリカの大陸を、そうそう、まあいいですよね。あ、そうか。そういうところからか。そういうね、疲れた大人たちのね、叫び、うん、あ、話がずれましたね。うん、でも 今でも、ね、やっぱ映画音楽は、ああ、でもなんだろう、今アンビエント中心だと思う。なんだろう、これ聞いてこの映画って分かる音楽ってものが、映画音楽ってものが少ないんだなって。ね、昔はそのあったね、そういえば。ああ、戦場のメリークリスマスとか、ね、そうそうそう、バイエンモン、バックトゥザフューチャーとか、もっと元をたどれば私はバイエンモンから入ります。あ、そう、学校で回してました。バイエンモンから来た、うんうん、学校の運動会で DJ やってました。うち一応ノイズバンドなんだけど、ノイズとかってどうですか？あんまり聞いてない。好きだったよ、ノイズはね。あ、そう、うん、なんかね、あ、20代の 10代の終わりぐらいに知ったんですよね。はいはい、勧められて、はいはい、うわすげえ、こんなんがあった。あ、僕モロノイズっていうのはあんまり聞いてなかったんですけど、ノイズっぽいやつは聞いてますね。私はやっぱハーシュから入ったね。あ、いきなりハーシュから入った。いきなりハーシュから入った。あとね、まあ音楽的なのに言ったら、ハイノケンジの通社、あれもやっちゃったらあとやることないよねみたいな。あ、そう、うん、ノイズもね、でも使い方によっちゃ本当に映像にすごく合うんですよね。うん、そうね、マッチする、うん、この映画、この不協和音、映画音楽さ、あのうちのバンドタイアップしてください。うちのね、バンドね、なんかね、まあ、ヤジカさんが入る前なんですけど、なんか映像に合わせられないかなと思ったけど、全然ね、合わなくてね。なんか、うちの音はちょっと独立した音だなと思って、何にも合わないなと思って、なんか。でもまあ、今バンドっぽくなったから、また違うのもですね。そうね、映像にするとちょっとやっぱタイアップお願いします。映画館で後ろの方に静かになってるような。あ、まあそうですね。あるのが多いですね。 あとはなんか追いかけられるシーンとかね。追いかけられるシーンでうちのバンドはいいんだ。何で追いかけられるシーン。ああ、いいね。悪夢を見るシーン。戦闘シーン、ほら、映画でいいんじゃない。あ、そうだね、うん、TV さんはホラーみたいな、うん、精神病の人が主人公の映画で、ずっとその人が聞こえてきてるのが、ラジオノイズ的な、あ、はいはい、静かな音だった。恐怖新聞の、電波ラジオだって、なんだっけ恐怖新聞の、恐怖新聞ってなんかあったね、うん、はい、まあ、あんまり額はないんで、私はもう、そこでもう終わってしまう。
んですけど。いやでも楽屋芸人じゃないから。え、ない。あったりなかったり、いや偏ってるからね。うん。そんな感じでね、誰だろうと、なんかノイズトーク。音楽的に豊かな話ができましたね。うん、音楽的に豊かなね。本当かよ。うん。私はもうめちゃくちゃいろいろ聞いてましたからね。ああ、そう。レコードデッキ3万。ああ、そう。ライブは月5万。うん、ああ、うん。昔は集めてる人は集めてたからね。うん。ホリ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 してたもん。ああ、うん、懐かしいね、うん。うん。ジャケット買いとかね。ジャケ買いとかね。うん。今は結構ね、CD じゃなくて。カセットテープで売ってる人が多いんですよ。あ、そう、うん、カセットデッキ持ってないからね。カセットあるよ、うち。ある？うん。あ、そうか。お前ね、あのオリエンタルホースでやった人のライブ、はいはい、配信と CD じゃなくて、はい、カセットテープ。配信とカセットテープ、なんかもう極端なところ行ってる。間すっ飛ばして、カセットテープ多いですよ。フランスツアー行きたいね。あ、いきなりフランス、うんうん、あフランスね、機材持っていくのめんどくさい、うん、めんどくさい。、うん、日本全国でいいよ。まあ沖縄で北海道行くから。フランスといえばね、あのル・ベルニエクリっていう団体がいて、シルクスクリーンで日本のノイズ系漫画。ノイズ系漫画。今アックスとか、はい、根本隆とか蛭子さんの、ねえねえ、絵を、ああ違法に使って、まあまあちょっとお互い連絡取りながらもやってるんだけど、ああそれをシルクスクリーンで、ね、ああめちゃくちゃにしてっていうね。あ、そう、絶対麻生もね、はい、受けると思いますよ。ああ、そうですか。マスクはね、なんか愛してる人も多いし、めんどくさいんで、なんか他の人は勝手にいろいろ使ってくれればいいっていうので。フランスでもアメリカでも出ていたんで。あ、そう。うん。海賊版がね。あ、出たよ、めっちゃ安いね。うん。フランスで3枚、アメリカで2枚。なんかね、あの、Facebook の、外国人がいっぱい集ってるノイズ系 の、その集まりがあって、そこに結構あの英文を載せて投稿してた。そしたらいろんな人が興味を持ってくれて、ね、なんか、まあ、面白がってくれた。まあ外国の、ね、友達作ろうと思ったらああいうのは結構 Facebook の使いね。英語できればね。もうほとんど翻訳機ばっかり。Twitter は日本人が、ああそうです。まあ英語で発信すればまあだんだんこうついてくるんですけどね。インスタとフェイスブックで、ね、でもなんかその英語はもともとできないから翻訳機使うのはめんどくさくなってやめたって。まあこんなこんなでね、ユミもう飽きた。もしもし。はい、じゃああの終わってしまいましたね。じゃあこれからもバスボールグラインドマザーをよろしくお願いします。今収録中。うん、うん、これね、ちょっとアーティストっぽくないんだよね。どうせはアーティストっぽくなる。この TV さんの自由さ加減がね、麻生はなるほどね。TV さんがこう音楽の方向性に悩んでる麻生だったらちょっと、あ、TV さんはね全く悩まないですよね。もう何が後ろで鳴っててもなんかもう普通に歌謡曲歌ったりとかラップやったりとかして、僕だけは悩んでた、うん、こんなんでいいのかもうダメだもん、うん、
クソ音楽の、あとすごい悩んだ、それはね、でもよかったですね。聴いてた頃からしても、一貫して変わらない。で、まあ、悩むことはね、割と良かったんですけどね。音楽の進化のためには良かったんですけど、まあ、でもしんどかったですね。しんどいっすよ、しんどいっすよ。これでいいのかって。なんか追求しようからね。まあまあ追求しちゃうね、うんうん、まあ追求はしょうがないね、うん、でも私に当たるのはやめてください。まあそう、うん、まあそれはしょうがないね、うん、同じメンバーだからね。そう、入ってるの、ラボです。あ、入ってる入ってる。ヤジカさんがちょっとあんまり切れちゃってるな。あ、そう、後ろに下がると入るな。ヤジカさんここら辺ぐらいしか入らなかったから、うん、ハーモニカとか使ってないよ、まだハーモニカとか。ああ、うん、いや、本当、ただファンで聴いてた頃、うん、もうずーっとね、選手さんとか、ね、TV さんの、ね、感想は分かんないけど、すごい好きで、毎回行って、すごい、ありがたい。ありがたいです。いいね、いいね。そんなファンがいると思います、ね、ね、自分でもこう、個人で、お家でヘッドホンつけて、ノイズをやってたけど。からやり始めたんですけど、それはもうずっと前からやってたんですよ。ずっと前から機材集めてやってたんだ。なんか、うん、何も楽器はできないけど、キャーン鳴らしたね。そういうの好きで、はい、インタビューは一応できればよかったね。あ、そうだね、司会者ね。そうそう、うん、まあ、あとはね、何をしてくれたかまとめるよ、うん、まあ、こんなもんでもいいんだけどね。いや、短いでしょ。あ、そう、短い、うん、あ、じゃあ、まあ、まあ、そのちゃんと喋りましょう。いや、もうこれ全部喋っちゃおうよ。あ、何を喋るの。全部言いたいこと。あ、全部言いたいこと。言いたいことは、税金高いぞっていうね。うん、電気代が高いよ。半額半券。ああ、うん、政治の話になってきますね。ね、あの岸田ね、あの内閣ね、支持率 T7 でちょっと上がったけど 50% ぐらいまでいったのかな。今あのマイナンバーカードとあと岸田の息子、翔太郎の問題で、あの、30% だ。これ、早回しですよ。うん、ね、なんか、ね、目背けられてる感じがね、スキャンダルが多すぎて、実際はもう、国会でとんでもない法案が通ってるっていうのは、たくさんありますから。音楽シーンに関してはどうですか？音声あんまりよく知らないね、僕ね。世界変えるよ。あ、世界変える、うん、ああ。チェンジワール。そういえば、最近の音楽って何か聞いてますか？最近の音楽、あんまり知らないね、僕。なんか、まあ、合わせ、どういう風に聞いてないからな。多分いいやつはあるんだろうけどね。全然俺も知らないんですよ。あ、なんか、周りのライブハウスに出てる人、だからギターソロがないとかね、申請かまってちゃってなんだって聞いたり。あ、でも最近はね、僕はドラムに転向してからドラムのやつをいろいろ探して聴くようになるので、ね、ドラムはかっこいいやつだったり、まあ、そういうのあるんですね。
前追っかけても、まあ、ちょっと、あ、追っかける中で記憶もなくなったっていうかね、あーなんかあの、YouTube で1、2曲聴いたらもう OK みたいな感じになっちゃって、あの記憶はなくなっちゃったんですよ、昔みたいにもう全部聴いてみたいな、全部聴いて見に行ってみたいな、そういう記憶はなくなりました。最初に行ったライブは最初に行ったライブは44マグナムだね、キャンディーホール。私は大阪に住んでますね。ヤシルさんは？俺ね、母親が、まあ、コンサートが好きで、はい、最初に行ったのはカモンタツオのライブで、カモンタツオすごいね。次は大江千里。あ、大江千里、はいはいはい、もう前から2番目の席で、ガチは俺しかいない、正規末。あ、正規末。ああ。テビさん何を聞いたの？一番最初に見たのはダフィンノーズ。ダフィンノーズね。ああ。あとは？あ、そう。自分怖かったでしょ。怖かったよ。ああ。めちゃくちゃやったもん。今ね、あんな怖いライブやったらね、あのみんなクレームが入ってね、お店的になっちゃうからね。こっち来てから自分で行ったライブっていうのは、やっぱり知り合いがやってるライブ。ああ、はいはい。普通のバンドの。こっち来てっていうのは、なんか、家塚さんもともとは東京じゃなかったの？ああ、そうそう、出身がね、田舎の方なんで。あ、そうなんですか、どこですか？鳥取で。あ、鳥取、あ、鳥取か、あの、ラクダがいるじゃないですか。この人はラクダ好きだからラクダラクダ好きだから、ラクダ乗りに行きたいね。ラクダ乗りに行きたい。あれは、ね、鳥取公園っていうのもあれですよ。鳥取のね、ノイズバンドもいますから。ああ、そうだ。鳥取のノイズバンドってなんだろう、砂投げたりってばかり言ってよ。怒られちゃう。砂投げて。砂はいっぱいあるからね。そんなこと言ったら怒られる。東京にいるとね、恵まれてるからね、ついそういうね、地方を馬鹿にしたように。いや、でも、名古屋のはすごかったよ。そう、うん、だってラフィンだって名古屋だし、H.O.B. だって名古屋だし、あ、そうか、アンフリーグレーンも名古屋だし、うん、あと宮松会も名古屋でしょ。あ、そうだ、うん、あ、そう、うんうんうん、そうか、カツレも名古屋、うん、名古屋がすごかったから名古屋に来たかったし、あ、そう、名古屋に住みたいって空港の時に、あ、名古屋はなんか街は平凡な雰囲気があるけど、音楽シーンは確かに違ったね、うん、で、みんな上京してきて、うん、アンホリーはね、毎回、今ね、名古屋で名古屋、名古屋ね、あー、あの人名古屋で精力的にやってる、ちっちゃい子、ちっちゃい子、ジェバン、ジョバンニか、ジェバンニー、このさんジェバンニオノさんかな、はいはい、ジェバンニオノさんですね、オリエンタルコース、ああ、そう、あの人名古屋なのでしょっちゅう東京来てるから ね、すごいよね、すごいな、この前もライブ見に行って、ああ本当パワフル、あの人はね、いろんな人を見せてあげたいんだよね、ちょっとね、今回呼んだんですけどね、ちょっとタイミング合わなくて、あ、そうそう、あのタイミング合わなくて、うん、また5つ入れた。でも7バンドに入れた。5バンドに入れた。5バンドに入れたか。おーおーおーおお。画面外から。滑り台だから滑ってしまいますね。ああ、そうですね。いやー、あのちっちゃい体ね、すごい。そう、あの子はね、すごいですね。
ボイスパフォーマーズ、まあ、パフォーマーとかいっぱいいるけど、彼女が一番いいかもしれないな。他の人もいいけどね。結構歌物も好きなんですよ。歌物、歌謡曲、ハードコアパンクとか。あ、ハードコアパンク、うん、ウィーラードみたいな。あ、ウィーラードみたいな歌物だね、うんうん、ウィーラードがなんで売れなかったかというと、ラブソングを作らなかった。あー、なるほど、うん、そういう話なんですか、うんうんうん、なるほどね、うん、あれ、ラブソングを作って入れたよ、あの時に。あー、うん、美学が強すぎたんだよ、ジュンのね、あ、うん、海賊みたいなね。海賊じゃないよ怒られるな。めっちゃくちゃジュンすっごかったんだから。あ、そう、そう、なんか変な海賊みたいな。海賊とえ変な名号してる。超美形じゃん。超美形かな、まあ、まあ人によるね、うん、まあでもね、台湾した人たちいっぱいいるけど、みんななんかやっぱすごいですよね。ああ、まあすごい人たち多いですね。何しろちゃんと楽器ができるっていう。ああ、まあ楽器ができない人もいるけどね。俺本当に何の楽器もできないから。まあまあ僕もできないからね。あっちは多少かな。そんな中にこう混じってなんかキャーとかこう鳴らしてて、これで、うん、あーあー今日かっこよかったですよ、すごいっすよとか言われて、いいのかとか。でもまあまあバンドっぽく嘘バンドだけど、まあなったんで、まあいいんじゃないですかね。雰囲気、雰囲気。おい、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 怖いもの知らずでこう、ぶっ込んでいく。ぶっ込んでいく。もうね、チーマーとかもあっち怖くないかな。電車の中で、私が、隅っこの優先席で一人悠々と座ってたのに誰もいない。そこでチーマーが入ってきて、で 座れる人とちょっと座れない人がいたから、ここはちょっとね、譲っても仲間同士にしてあげようと思って、あっちが席を立って向こうの席に行ったのに、はい、したらお礼も言わないでギャーギャー騒いでるから、帰りに俺ぐらいさ言いなよって言って、あ、ありがとうございます。それは何の話の流れかな。ライブではちょっと我々はなんか楽器はうまくいけないから、なんか評価されるとなんかこそばゆいねみたいな話だったんだけど、僕はね、クレイジー、クレイジー聞いた話っていう流れかな。スラッとね、スマートに席を譲って、そうそうそう。で、ありがとうございました。普通言うよね。僕なんかもうね、誰からもね、なんかもう僕条件反射でありがとうございますとごめんなさいよね、すぐ言えるから。ごめんなさいの方がすぐ言えるね。あ、すいません、ごめんなさい。あれ、つい生き残ってきたから、ね、ちゃんと選ぶね、トライアングルで感謝、感謝、なんか3つぐらいあって、それが合わさってちゃんといいように言うのか回るようにできてるんですけど、ただね、うちのね、アソールグラインドマザーとかね、偉そうな名前つけてるけどね、こうリズムが全盛だった時とかね、その時にうちがやってたらね、多分ね、やられてたね。おい、何がアソーだよ、俺や。もう怒られて、なんかすいませんとか言って、機材片付けて、こう泣きながら帰っていくっていう。今だから、なんかやってるみたいな。すごいですね、アスフォール、アスフォールですよ、アスフォール。ライブハウスも平和になったんですよ。なったね。昔あれだもん。あれさ、タイマーなんか当たり前みたいな。よくあんなんで、みんなやってたな。恐ろしい時代だったね。
まあ、昔はね、音楽聴く人が多かったからね、うん、音楽人口は多かったからね、うん、音楽人口は今もいるのかもしれないけど、ライブハウスにわざわざ来るのはちょっと少ないから、うん、だからまあ争ってる場合じゃないっていう感じで、うん、非常に編集してね、昔はジャンルごとだよね、アスフォール、まずアスフォール、ケツ穴、おい、何がアスフォールなんだよ、うわーって、なんかいじめられて、すいません、もっと普通の名前にします。スタジオとかね、ライブハウスとかに行った方がこう気合が入るんですよね、やろうって言って、ね、あんま個人店とかは入らないですか？もうヘッドホンつけて、あ、うちで、あ、まあうちでこう、こう、キャー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 、ゆずかさん、ゆずかさん、はい、ハーモニカタイム、あと、瞳の線で、瞳ね、はい、瞳ねというか、なんか、あれだよ、アンチノックにも出るよね、あと猫ね、まあ、詳しくはこちら、うん、字幕入る、うん、あと、新大久保アスナス、まあ、アスナも呼ばれたら呼ばれなかったからね、うん、いきなり呼ぶからね、あそこね、うん、人が足りないのね、うん、でもあそこは一番いい、うん、安いし、ダメだな、まだ和音が出ちゃう、1個の音が出さない、
さっきよ。ハーモニカってなんか個性が強すぎる音だから、結構もう雰囲気作っちゃって、なんかもう違う感じになっちゃうよね。何やってんだか分かんなくなる。僕なんかあのノイズで迷ってた時もいろんなものを買いまくって、ハーモニカも買ってみたんですけど、なんか合わないんですよね、ノイズに。そうね。これはこれで単体で、まあブルースみたいなのが合うんだろうけど、ちょっとノイズだと全然違う感じだな。ノイズにハーモニカって。しかも吹けない人が吹いてるやつ。じゃあこう横リバーブをかけまくってもう遠くで鳴ってるような感じだったらいいのかもしれないけど。まあね。レジェンド・オブ・トゥルースと、うん、あと、トリスの、ケンジさんと、うん、あと、クギっていうバンドと、うん、うちと、チープ・シック・ソニックですね。というわけで、チープ・シック・ソニックはこの人が別バンドでやってるんだけどね、うん、2回出るんだね。そうそう、2回出る。なんか、ギターポップとかね。そう、UK ギターをやってる。いろんな音楽聴くわけね。楽しみですね。かっこいいもんは何でもかっこいいよ。ああ、そうね。うん、まあジャンルを超えてね、うん。国境とかね、イデオロギーとかを超えていくもんだよね。ああ、そう。でもそうは言っても身近で嫌いなやつもいるけどね。まああるね、それはね。あるね。まあそれしょうがないね。まあ人生そうだね。ああそうだね。まあいいことね。若者は騒がないとね。もうしょうがないよね。お金もないで。終わっちゃうよ。ね。飲めるはずね。騒げ騒げ騒げ。
ぶさげ。本物がね、なんかいろいろ迷惑行為をね、TikTok とかでしてて、あれもうしょうがないね。しょうがないところでさ、大人がひどいような。店に入れないんだもん、誰もなくて。だってさ、ここ来る前なんてさ、友達とさ、あの、コンビニのイートインで酒飲んでたんだよ。あ、イートインで酒飲んでいけないじゃん。いけないけど、なんか堂々と出しちゃったよ。あ、そう。まあいいか。一日中酒飲んでるって。あ、一日中酒飲んでる。やることないから。やることないから。ボケーとしてるとなんか、あの、夕方、もう夕方みたいな。まあまあ、なあ、もうやることは、まあ仕事はないとやることもない。まあ、仕事もきつい。なんか、その人は、絵とか音楽とかやってない？やってない。うん、何かにね、昇華できれば。あと、つなげる。まあ、そういう点ではまあね、音楽とかやっててまあ良かったのかもしれないね。うん、音楽がないとね、何もやることがなかったりするからね。そうそうそう、まあ、多分自殺してたからね。僕は何してたかな。ただなんかいろんな電車に乗って電車制覇もね鉄道オタクみたいなことやってた。制覇じゃなくて、ただ乗ってるだけなの。うん、でもね、去年のタイミングで声かけてもらわなかったら、俺自殺してたかもしれない。本当ですか。あ、じゃあよかったよね。やばかったですからね、なんかフラフラしてましたからね。かなりやばかった。あれはなんかもう拒食みたいな感じでしたよ。いやー、すごい飯食ってない。で、この前健康診断やったら、ね、はい、体重が8キロ減ってたんで、はい、まだ元に戻んないですよ。あの時は本当にガリガリでしたもんね。良かったですよね。今ちょっとマシになったけど。あ、でもなんか今結構食事のなんか写真とか載っけてるけど、あれは結構受け合い、記録としてね、押しとかないと。いや、まあうまいもん食ったら俺は食ったぞみたいなあげるのはいいことですね。ただそれはやっぱ体重増えるから増えないんですよね。そうなんだ。なかなかね、増やそうと思っても増えないと思うんですよ。でもラーメンみたいなの食った方がいいな。増やそうと思ってただ食ってるとメタボみたいになっちゃうし。あ、不健康に太ってもね。ね。いや、筋トレか。筋トレもきついな。ウォーキングはね、二人ともしてるからね。その渋谷もあって、まあウォーキングというか徘徊というかね。徘徊から始まったんだよね。徘徊して、徘徊ですよ、ね。徘徊だね。なんかね、いい写真だなと思って、写真撮ることも少なくなっちゃいました。昔写真撮ってたな。今スマホがあってみんな写真撮れるはずだね。でも写真撮るのめんどくさいかもね。スッと足です。アルバムにちゃんと収めたいの。パソコンで整理するんじゃなくて、紙媒体として。紙媒体ね。まあ印刷できるけどね。まあ大体そういうのは1冊目ぐらいでね終わるんだけどね。アジの集合写真。なんかみんなさ、受け身だよね。受け身。まあ受け身だね。誰かなんか不審となってるけどね。やっぱ攻めが必要ですか。攻め必要だね。まああんまりね、なんか自己主張することもないからね。あ、特にないね。でも自分最高と思ってますよ。あ、ほんと、いいね。僕
もメンヘラだから自分最低と、ね、気がつくとね、油断するとね、自分最悪、俺最悪で、ね、もう生きていてもしょうがないみたいなね、そういうのね、ぼつぼつ言ってるような気がいない突然ね、なんか仕事中に泣いちゃったりね。あ、本当に。やばいですね。TV 精神障害だけどメンヘラではあるんだって。そう、僕たちはね、メンヘラじゃないんだよね、うん。僕はね、メンヘラだからね。泣くほどではないけど、すっごいイライラしたりするね。もうそれ、ね、トンプコをもらったんですよ。はいはい。すごい効く。ああ、効くんだ。効きすぎて、疲れてる時は眠、はい、くなっちゃう。ああ、そっか。病院行った方がいいんじゃない？あ、だから、トンプコもらってるから病院行ってるんですね。いや、違う違う。テンション。あ、僕、うん、あ、僕ね、僕は、でも、病院行きたくないな。行った方がいいよ。いや、僕も、もともと血圧が高いっていう、なんか、身体的なやつで、病院行かなくちゃいけないんだけど、もう、めんどくさくて。いや、でも歩いてるよね。それは食わないからかな。ねえ。102とか、最後ですね。下がいくつ？立ちくらみが、ふらっと。足が倒れてたもんね。うん。デビさんはね、デビさんも低かったもんね。低かった。うん。でもちょっと今普通になった。うん。上が80とかだった。ああ、そっか。上が80、低すぎんじゃない？もう、それもう 歩けない。なんか、ね、生きてたよね、でも。そうだね。倒れてた。ああ、そうだね。昔よく倒れてた。うん。夏になると倒れる。夏になると倒れる。うん。運ばれる。うん。うん。だね。最近は運ばれなくなった。そう、情報がいいんだよ。栄養状態もなんか、私も聞き役だからね。聞き役。あ、そう。うん、あ、このダラダラ対話が。対話というか、雑談というか。雑談。あ、そう、雑談。聞き役、聞いてくれる人がいいかな。まあ、いいですね。いやね、今度はアンチノックでまたやるっていうことで、それちょっと楽しみなんですけど、うん、リハはないみたいだけどね、うん、初めてですね、うん、なんか、あまりお金を取らない代わりに詰め込みで7バンドぐらいだったんですけど、うん、もうリハの時からが本番ですみたいなまあ、時間なくてもさ、だいぶ前にさ、まあ、5分ぐらい音合わせしてもいいんだよね。で、本番20分ぐらいでもいいし、うん、そうなんだ。まあ、ショートバージョンでね、こう勢いだけでバーってやってもいいんじゃない、うん、あっちが喋んないと、俺も喋んないよ。うん、まあそうね、もう大体喋ることもなくなったっていうかね、あとは音でね、挽回するというかね、ようやく音で挽回する時が出来上がってます。ということで、最強 TV、 TV 最強、 TV 最高、なんか面白いことないかな。なんかさ、そのサーフバーとかさ、ライブハウスでさ、まあ、昔はよくあったんだけどさ、機材壊したりとかさ、うん、なんか廊下、
階段のさポスター貼ったんだよ、うん、あれ燃やしたりとかしてさ、うん、すごいバッシング受けてるの、うん、でさその人たちさ僕もなんか頭落ちちゃったんだけどさ、うん、その人たちを出してる音がすごいかっこよくてさ映像もすごいかっこいいだけどもうやってることはいろいろ最悪なことやっててさなんかやっぱ音が良ければ最終的に音が良ければ全て良しだなみたいな感じでさうちも音が良くなったからあようやくそういう地点に来たなみたいな感じそうだね何年もかかったのまあうちもねちょっといろいろ変なうだつの上がらないバンドだったけどようやく、まあ、矢塚さんも入っていただいて、ね、僕もちょっとドラムがなんかいい感じで叩けるようになったんでついになんか音で挽回するっていうことができるようになったんで、まあ、燃やしたり壊したりはやっちゃいけないああまあ多分ねなんかねあのポスター燃やしてねその別の対バンの人に殴られてるでこいつの家に襲撃してやろうとかねなんかねそういうしょぼい子なんだけどだけどね、そのバンドね、すっごい音かっこいいんだよね。音がかっこよければ全てそうそうそう、だからバンドっていうのはね、そういうところがあるんで、音で逆転すればもう全て黙らせられる。うん、音で黙らすみたいな。ごまかしごまかし生きてるよね、みんなね。ごまかしな。だから他の人たちはなんかなかなかそういうところはないのかもしれないけどあとはもう仕事で頑張るとかさそれちょっとハードルが高いんだけどうちの場合は音でもうとにかく頑張ればいいっていうところがあるからね、うんまあ、音で挽回すればいいね、まあ、あと何やってもいいよ寝てても靴を入れても寝てても寝てても、ね、よく寝てても途中でトイレに行ってもいいし、うん、客席で戻ってもいいしね、うん、でもステージで漏らしたらちょっともう何とも言いようがない、うん、まあ鼻垂らしみたいな鼻垂らしじゃない地上階段みたいな感じでね、うん、ステージでバーってやる、うん、いや今じゃもうダメだろうなダメ、うん、今はもうああいうの通用しなくなる、うんああいうレジェンドの人しかできない、ね、そうそうそうねこともあるし今同じことやったらねただバッシングされるだけほんとミニマルライフ、はあ、うんみんな縄文人になればいいおおああ、うん、そうです縄文人間食べて寝るだけなんだから、はあ、最終的にはクソ袋ですね。なら怖いもんないんだよ。うんこ製造機ですよってね。え？うんこ製造機？人間はうんこ製造機ってことですよ。そうだよ。でもそれも肥料になるんだよ。だ循環してるんだよね。うん、循環っていうのがすごいテーマになってて。あの日の光で光合成が起こって水でまた回って木が育って空気が出てっていう普通の循環ライオンが何かを食べてその何かも何かを食べて食物連鎖、うんうん、だから全ては循環なんだよねそれは阿蘇でって言うのやる。してる。うん。カムイしたらわかる。うん。僕わかんない。うん、全部連結してるんだよ、うん。無関係なもの何一つない。まあなんかあそこはね、そこからまた外れてるような気もするんだけど。そうかな。自然、反自然というか反自然って自然を表現すると、うん、本当、自然があるから私って生きてるわけだからね、あ、まあ、
まあ、そうだ、ね、うん、自然とか空気がなかったら、うん、来ていけないから、まあ、そりゃそうだね、うん、まあ、哺乳類が一緒だね、哺乳類、時々水に空気吸ってるもんね。あ、そう、うん、そうですね、うん、あ、人間がどれだけ耐えてるのか、テクノロジーがどれだけ低いか、あ、うん、まあ、こういうお話ができる、うん、ですね、そういうわけで、ね、うん、アスフガンマル TV チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。あ、もう終わった。チャオー、みんなチャオー、はい、これ雑談してるチャオー、撤収、はい、あー、なんかもうちょっとまとめる、まあ、でもね、これ編集したら多分良くなる、あ、いいとこしか出さないからこんだけ喋ってて多分ね5分ぐらいとかあ、もうちょっとなるかもしれないけどね面白いところだけ出す、うん、みんな面白いんじゃない、あ、結構見てる人多いですかね、うん、まあ見てる人は見てるけどね、見てない人は見てない、バジョフってそうか、あ、そうね、うん、